2021年9月時点の情報に基づいて説明しますが、将来の予測については注意が必要です。日本の年金制度が破綻するかどうかは複雑な問題であり、様々な要因が影響します。日本の年金制度は基本的には現役世代が支払った保険料から高齢者に年金を支給する仕組みです。ただし少子高齢化の進行に伴い、現役世代と高齢者の比率が逆転することで支給側が増える一方で、保険料を支払う現役世代が減少する可能性があります。破綻の可能性に影響を与える要因はいくつかあります。 1. 少子高齢化。日本は少子高齢化が進行しており、高齢者の割合が増加しています。これにより年金を受給する人数が増え、支払う側の人数が減少するため財政的な負担が増加します。 2.経済成長。経済成長が鈍化すると、国内総生産 GDP の増加が抑えられ、国の歳入も限られます。これにより、年金制度に充てる資金が不足する可能性があります。3. 政策改革。政府は年金制度の持続可能性を確保するために、保険料の引き上げや給付額の見直し、公的年金と民間年金の連携など、様々な政策改革を言っています。これらの改革の進展によって、破綻のリスクが軽減される可能性があります。 4. 投資収益。年金資金は一部が運用され、その収益が年金制度を支える一因となります。投資収益が十分でない場合、制度の持続性に影響を及ぼす可能性があります。 5. 移民政策。移民を受け入れることで現役世代の人数を増やすことができ、年金制度の持続可能性が改善される可能性があります。総合的に考えると、日本の年金制度は将来の課題に直面していますが、政府や関係者が政策を適切に調整することで破綻を回避する可能性もあります。ただし個々の状況や政策の変化によって未来が変わるため、最新の情報を確認することが重要です。今現在の岸田内閣は当面の課題に直面しているため、進捗を見守ることが大切です。